昨日からの24時間の降水量は松前町で94ミリ、函館で81ミリを観測しました。土砂災害の恐れがあり、松前町と函館の一部地域で合わせて4663世帯8171人に避難指示が出ました。函館で避難指示が出るのは今週2度目です。この前の雨でもう避難指示が出た時にはもう車が使えない状態、もう水浸して動けない状態だったので早めに車で来ました。俺車に行くから俺や。ここまで歩いてきたもん。現在も函館市三崎町で避難指示が続いています。土砂災害などに引き続き警戒が必要です。